こんにちは、粟田洋介です。先日このペンで、この紙メモ帳ですね、ここに何気なく絵を描いていたら、まあ落書きですね、ちょっと面白い絵になったので、小さいキャンバスシートにアクリル絵の具でその絵を描いてみました。私はペンとかなんか書くものを持ってると、なんとなく絵を描いてしまいます。レストランとかに行っても、なんかナプキンとかなんか紙とか折ったり切ったり丸めたり、なんか作ってるっていうわけじゃないんですけど、なんか無意識にやってしまいます。なんか落書きって言ったんですけど、落書きも練習も作品として仕上げる時も、その違いとかを考えないで仕上げにかかってしまいます。なんか私にとって落書きも作品もそんな違いを感じません。その書いてた落書きっていうのはこれなんですけど、私は線で書くと結構スラ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 アイデアが出てきやすいので、なんか線画ならではのアイデアなんですけど、絵の具を使うことによって線画のアイデアが絵の具の仕上がりになって、なんか面白いかなと思いました。まあアクリル絵の具で塗りたくってる時にこそ出るアイデアっていうのもあって、まあこれ画材っていうか文房具ですけど、なんか違うものを使うと違う角度でアイデアが出てくるので面白いなと思います。これが仕上がった作品です。お花の目というタイトルにしました。でちょっとこれ額に入れようと思ってマットを切りました。ちょっと何色か迷ったんですけど、この色に決めました。それで額にもスプレーで色を塗りました。こんな感じですね。
さっき結構私は落書きも作品も同じだって言ったんですけど、まあ、描いてる時はそうなんですけど、なんか手持ち無沙汰に紙切れに絵とかよく描くんですけど、なんか結構捨てちゃったりするじゃないですか。でも結構そこに面白いアイデアとかあったりするんで、なんかそのアイデアをちゃんとした作品に仕上げるみたいなことをすると面白い作品ができるんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。